はい、と2020年1月1日に変わりましたということで、お前そんなこと全然思ってない、何も思ってないでございましたということで、とりあえず新イルどれがわからんので見ちゃったんですけどね、さらにあなたらしいということで、あの音声だけ撮って画像だけずっと録画してなくてさ、もう全部詳細とかストーリー見ちゃったんでさ、むっちゃテンション上がってないんですけど、まあ、とりあえずご紹介だけいたしますということで、この真ん中じゃない、一番下の 右2人か、白子とウルシーか、これが一応新ユルでした。どれかわからんかったんですよ。でも触って見ちゃったんでさ、まあ、とりあえず紹介からサクッといきましょうということで、ちょっと待ってください。これが確かこれで見れんはずなんですよ。ちょっと待ってよ、これで。個人報酬、そう、これ、ダメだもんね、ということで、ご紹介いたします。いや、紹介、あれで見れるんだったらやる必要ないからということで、もうこんな感じでございますということで、まあ、確かに火力めっちゃあって、3600、2500、6100約、下の方の2桁除いても、イベホ入る前提で話しちゃうと、9000円ぐらいとか、普通に強いよね、誰でも殴れるマンだよね。だけど、これ、4ターンで、スキル目的で使うっていうのは難、ただあれだよね、これ攻略とかなんかで使えるんですよ。他のその対戦とかじゃなくて、 裏周回とかじゃないですけど、なんか特殊ステージとか、これによってなんかね、楽に、あんたはそういう攻略とか苦手でしょう、人が作ってくれたデッキパクデッキでやっとるでしょう、いつものあれかパクリやろうか、うん、まあそんな感じじゃないかなということで、あくまで初手でなんか殴るまんみたいな、あれだね、風ならまああれか、絶対風の抗体力亀とか許さんぞみたいな感じ、コスト47で、うわ、文句はないよね、めちゃくちゃで、ね、無理になんか使っていけるったら、別になくても他のでは47でしょ、別に50ぐらい割いて他の6000いくつとか使ってても、まあ倒せる相手はいるよなってぐらいな印象かなって、ちょっと分からんすけどね、うん、遊びで後ろの方に置いてスキル目的でネタでは使ってみようかなと思いますけどね。でそんで小曽根さん、うるしい、ストーリーの方はもうちょっと私、さっきさ、動画の方でさ、やって見ちゃったんでさ、あのネタ分かっとんでさ、もう完全その、私ダメなんですよ。見ちゃうと、アドリブで言うのはいいんだけどさ、台本みたいに分かって言ってるの、多分絶対しらじらしいこと言っちゃうからさ、このストーリーは面白いですよ、結構。自虐ネタじゃないけどさ、見てる多分、結構いい音は取れたと思うんですけど、私的に、見ときます、後で見ときます。で、性能的な話なんですけど、全属性が難しいよね、これね。3400で5000、イベホ前提、5000前半ぐらい。どれでも使えるってはどれでも使えるけど、全属性だから何でも特攻されるって特攻されるね。アテナとか、アテナじゃないよ、アテナか、あの辺りとかの、ああいう特攻のやつとか、全部やられるから、ね。で、スキル目的で使っても2ターンだもんね。いつものじゃないけど、ワンワンとか置いて、後ろにあいつ、北間さんとかっていうやつ、2ターンは短いよな、3ターン欲しいよな、そこだよね。それ目的でワンチャン使うぐらいかな。ただ、あなたはそうやって2ターンのスキル使うの下手くそだから、ちゃんとダメージ計算して使わんと、なんか、諸刃の剣になるからとかかな。難しいね。全属性はどうかってところはね、そうだな、3枠には置けんよな、無理やり。これが3ターンスキルとかだったら3枠に置いてね、っていうこともできた、あの、蘇生とか狙いでって、だったと思うんですけど、そんなに悪いかなということで、それで、普通スキルの方、これも見ちゃったらあかんのですけど、左上の、あれか、ハチ公だったか、あ、北剣だったか、これと、それから順番に行きますか、全然あれですよ、性能変わってないですよ、こんな感じで。これ変わったらあかんわな、確かにな。イベホ入ってもどうだろうとかね、体力高すぎて、まあ、でも最後にあれか、6体によって何、イビルキラーみたいにしてくってこと、難しいぞこれは。昨日は私だってこいつ試しましたもん、やったもん、難しい、アバン。他に火であれなんですよね、6ターンでその3スキルっていうのがめっちゃコスト重いもんで、妥協して2使ったんですけど、アバンは難しい。で、火力ないもんでさ、立っとるだけでさ、っていうとこだね、倒すアイテムだし、難しいな、イベホ入っても、耐久的にはあるけど、火力ないし、ねえっていうところだね。コストが軽いっていうだけか。それで、これは全く変わってないですわね。これは逆にあれか、補正入るとめんどくさいね。体力くっそ重いよね。これをあれか、ビャコで殴るみたいな感じ？イメージ的に言うと。ね、補正入れば別に火力の低さもこれなら1800の2000、3000弱ぐらいだったらまあ許せる範囲じゃないですか。これだと割とあれじゃないですか。持っとる人多分多いんじゃないかな。そんなことないかな。これでもあれか、優先的には作らんか。作らんな、これ作るならね、多分こっちとか作るでしょうね。これだったらあれだろうね、あのあれ
周回に疲れるから、これだけは私売らんかったんですよ。2体目が確か貫通してないんで、2体欲しかったかなと思って、2体だけは無理やり作ってたんですけど、その何余った分だけは一応現像させたら、他のスキンはもう全部売っ払ってる、多分2体使わんだろうなということで、でこれが割と目玉じゃないけど、性能的には変わらんすけど、だってこれね、4400の4400攻防が、これコスト30だから6600ぐらいの6600ぐらいで結構あれじゃないですか。風がないもんであいつに殴られるんですかね。で水限定で言うとどうだろう、コスト100前後ぐらい、140ぐらい超えるとちょっとあれかな、100前後ぐらいで、で使多分なんかイベホの水風のやつとかがおるとき使ってても風がない分割とやりやすいんじゃないかな、特に初手で。だってこれメルコにも取られんし、6600だからもうその代わりあれですよね、清流とかあれか、あそこら辺に打たれるとこはちょっとあれなとこあるけど、やりやすいはやりやすいんじゃないかな。コスト30は軽いし、うん、置いても別にあれじゃないかなと思う、素直に。メルコが増える環境ならね、逆にそれを意識してっていうとこ、あでもあれか、入手な頻度によるか、みんなの手元に渡るようになるとやっぱ使うのは増えるだろうね。どういう環境になるだろう、その時にメルコが減るのか、そこら辺は面白そうですね。これが唯一あれじゃないかな、それ目的で初手とか、別に2枠でもいいですね、コスト30だったら。あいつ狙いで、マイナー狙いとかで、あなたのいつものインチキじゃないけどさ、初手と2番手にベホポンポンって並べるようなやつだと、水限定やっぱ100前後ぐらいのところ置いていくと、30ぐらいは比較的入りやすい部類じゃないかな。メリックより軽いし、うん、あれが特攻がない分、別にあれだもんね、ヒルズとか、ヒルズじゃなくて、キルワ君か、あれも食らわんから、そういう目的ではいいんじゃないかなとこですね。それでいつものごとく出てくるアッシュさん、これも全く変わらないですね。もう恒例行事になってきたね、だんだんね。これが確かそうだと思うんですよ。まあ、別に変わらないね、これはね。ここがだってそうだもんね、最初の時か。で、これがクリスマスのやつだもんね。で、これが確か今回のやつだと思うんですよ。それだけだよね、確かここで言うと。そうだね、言ったもんね。で、ここは私あれなんですよ。あの、エドナさんは持ってないんで、そのあたりはご了承くださいということで、それでこいつ。まあ、当然性能は変わらないです。これはもうあれだもんね、あの、なんだろう、バイかなんかのガチャの時ってなんか出たんですよね。エゾナさんの時と同じような感じだったのかな、あれって。よく分かんないですけど、これは今回のやつです。私その時の出たやつとかじゃないです。うん、けどこれも別に性能変わらんけど、ただイベホ入るとめんどくさいよね。いや、その前提で全部喋ってますけど、だって5100でイベホ入るとどう、7000半ばぐらいとか、体力でいうと。で、火力でいうと4200のどんなもんなんてくる、6000前半半ばいかんぐらいとか、コスト42、強いよね、普通にね。初手においても別に使えるんじゃない、普通にね。耐久あるし。で、別に当たり前だけど、そうだね、蘇生使えばめんどくさいよね。使うブルーじゃないですの、これは。あ、でも、クールだろうな。絶対入るよね、これ、イベホでどっかで。今回の復刻ではないかな。もうワンクッション置くんかな。で、行くかな。エツナさんの時もすぐは入らんかったですもんね。一回クッション置いてから確か入ったような。なんかめっちゃクイックタイムの調子悪いか、なんか落ちまくって何だったの、今ググって調べたらよくわからんですけど、まあそんなことを前の問題とか解決しろということでどこまで行ったのか忘れましたけど、まあとりあえずイベホ入ったんだったら普通に初手でもね、あの蘇生の方でも後ろに置いても使えるんじゃないかなということで、デラフワンってのはこれ何遍も取り直したんですよ。まあそんな感じで、どこまで行ったかちょっと忘れちゃった、そんな感じでございましたということで、これそれで何遍も言ってますけどさ、最後に、まあ、ストーリーは端折りますわ、見てください。あの特にこのウルシーの方がまああれかな、ちょっと自虐ネタじゃないけどさ、ビャコの方はまあかなというか、けど、うん、見てもらえると面白いかなっていうのが、これさっき見たんですけど、これもやったんですけど、ここでもらえるんですよね。あ、個人報酬こっちこれで、これだと今は受け取れませんになりますが、今あのウルシーの方やったやつ、これ、琵琶湖の方やつ。まあ、多分そこまで行くから、多分数日後か、あれか、にはもらえるんじゃないかなということで、そこら辺で、あの、1月、これが5日、使い放題、9日か。うん、ストーリー的には、まあ、あれかな、ちょっと、自虐ネタじゃないけどさ、うん、まあ、今見てもらえると面白いかな、でもそこら辺はしょりますわということで、いやもう何遍も撮り直しとるもんでさ、これ同じこと言うのもあれなの、どこまで言っとるのか分からんし、もう同じことは多分喋れんわ、台本みたいにあったら絶対無理だもん、もうアドリブで喋っとったらあれだからということで、そんなの無視しまして、これも同じ何遍も言ったんですけど、もう撮り直す途中にレベルが今一応280になったところで止めたんですよ。でこれが一流100千万自分230万ぐらいですか、ザクッと。
前回の時がね、279の時がね、確か220万ぐらいだった覚えがあったんですよ。だからこの要は増え方が掛け算かなんかで増えていくのか、そこ一定の割合になってな、例えば15万ずつとか10万ずつとかっていう風になったのがどういう計算方式なんかなって。いや、これがさ、普通になんていうの、1レベルで10万とか増えてくるやつはいいですけど、天文学的数字になってこれ本当1000万とかきついよなって。500万ぐらいじゃない、せいぜい1日。いや、やってもやれんことはないけど、本当修行っていうのかな、これ多分1レベル上げるのに普通に2時間とかそんなもんぐらい、確かそんなもんかかった覚えある。だこれが今のレベルだからですけど、これもっともっと上がっていくと多分もっとかかる、もっとだって経験効率いいとこ多分レッドラインしかないんじゃないかな、私知ってる限りは。分からんですけど、それがどんなぐらいになるのかなって。さあね、一番今レベル高い人でいうと400もっといっとるとかぐらいとかからもう多分そこら辺だと多分あの上げきらんぐらいの数字になってくんだね、1日とかで。1日別に1日で区切るわけじゃないですけど、ちょっと多分嫌気がさ数字になってくと思うんですよ。それがどうかなってことなんだよな。 そんなぐらいでございますね。もう同じ言葉か何遍も言ってどこまでいったかわからん、まあ、とりあえずまあいいや、最後に見とこうか。だったらこっちだけネタ的には知っとんですけど、これ見てじゃあもうとりあえず終わりましょう。結構お気に入りだったんで行きましょう、ドンということで。まあ見といて分かったであれなんですけど、うん、確かお雑煮が食べたいとかどうとか私言っとった覚えあるんですよ。あの私の方が、ああ、ね、ここ英語の方に信用に関わるじゃんって、あれなんでなんかユーザーの意見じゃないけどフィードバックしてなんかあれってちょっとなんかあったのかな、なんかちょっとあんた口悪いこと言ってたね、確かあれ、うん、あれ本菓子がなんかあれだね、えなんかかしこまったこと言っとるよねってことだもんね、ねねえねえ、あれあれパクリウールを改めてカードなんか言ってますよ、なんか言ってますよねって、なんか言ってますよ。これ1ヶ月ぐらいから考えたから確かそんなようなセリフも言ったと思うんですよ。うん、まあまあここら辺ね、うん、そうだね、英語物語クオリティじゃないですけどさ、まあ、あれだね、そういうあの意見じゃないけどところあれかな、ストーリーの方とかに反映させたんかなっていうところがあれかな、うん、そうそうそう、好きな人はもちろん多いよね、うん、そういうところが、うん、ただやっぱ真剣に考えてくれるおるのも事実なわけでっていうとこだよね、ポン菓子もそうだね求めてないよね、まあそんなこと確か言った覚えがあるんですよ、うん、まあ、どういう道行こうとしてるわけじゃないけど、これからどうなるか未来のことなんか誰にも分からんであれですけどね、うん、ただやっぱあれだよね、素直に続けてほしい、多分これやめるなくなるとみんな辛いと思いますよ、うん、私他の何だったかな、鬼物語やっとった時、あれがサービス終了の時結構辛かったですね。やっぱ自分でやってきたら特にあれだもんね、学習アプリとゲーム併用できるから全然ストーリーと関係ないこと言ってますけど、いやもうストーリーのことはあの前確か喋ったやつも同じこと言えるわけじゃないし、あの次に見るとまた感想違っちゃうから、これは無理です、私はあのアドリブ人間だ、それは無理なんですということで、うん、お雑煮食べたいよねって言ったんですよ、確かカツオかけたりとか、うん、見ると食べたくなるよね。学習アプリ路線なのか、まあ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 今の路線なのか、いろいろあれあると思いますけど、でも素直にあれだよね、そういうユーザー様のさ、こういう一つ一つの意見をさ、少し、まあ、全部が全部一気に提案して導入して全部イエスで、ね、改善提案でボン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 乗っけてっていくっていうことは、その開発とかいろんな問題とかさ、まあ、もちろん費用的なもんもあるし人権的なもんいろいろ難しいと思います。それでもあれだもんね、少しずつこうやってあれだもんね、声を反映、何お前かしこまったらいいこと言っとんの、急になんかどうしたの、お前らしくないね、うん、セリフに合わせるわけじゃないですよ。そういうところ、これあれだよね、うまーく導入したっていうか、多分これあれだよね、声があった時から実際にね、あのツイッター上とかじゃないけど、それか公式上とかで反映していくのかって、まあでもあれだね、こうやってストーリーにちょっと入れたんじゃないかなって勝手な私のね、うん、想像で言ってますけど、うん、なんからしくていいよなって素直に。別にあれだよね、昨日とかでも言いましたけど、ほっとりあれだもんね、そのなんていうの、落とし入れようとしてさ、改善提案とかさ、意見とか言ってるわけじゃないですか、自分だけどうのこうのかさ、あれが欲しい、これが欲しいで、もちろんそのユー様の声もありますけどさ、そこでもあれだもんね、その協力の例えば集会の何ボーナスじゃないけど、でドロップでもらえるのとかでも結構多分他ゲームとかに比べると破格要素は高いと思いますよ、もちろんその
ガチャでやれば確かに集められるってのありますけど、別に集会してもそのね、集会したって別に、なんていうのこれ勉強アプリだから、一応ね、何一応ねって集会しながら別にあれですかね、英語の問題解きながら、でもどっちかというと協力だと、間違えてもいいとまでは言わんけど、めちゃくちゃ責任度合いというのは低いし、まあまあゆるく本当にね、集会しながらね、集められてっていうところの導入のところにね、ゆる紙とかじゃないけど、レアアイテムじゃないけどね、皆さん欲しがるとか入れて、何を前かしら、もう同じこと、ストーリー見とるで無理なんですって。ほんとクイックタイムプレイヤーがね、これ動画的には別にそんな10分もないところなんですけどね、何遍もなんかね、ちょっと本当にパソコンとあるの、なんかあの録画ソフトとかちょっと考えます、神経。有料無料とかそういうのじゃなくて、ちゃんとした本当安定したところでさ、というのそんな感じでございます。あの、まあね、生放送とかでできるようにしたいよね。そして私だって別に音とか合わせんでもいいもんね、そのまま流したらいいもんね。インターネット回線だけ強化しやいいんだからさ、それよりも光かなんか引いちゃうとかしたしてさ、それだけにしてっていうの、そこら辺はまあいろいろ持ってる感じでございますよ。これもうみんな見とるで分かったでか、それを伝えたかったんですね。そこら辺のところのユーザー様の声をさ、こんな感じでストーリーに組み込んで、フィードバックじゃないけどっていう風にしとるよなっていうのは、それが英語の方らしいよね。そんな感じのこと、ゆるに厳しいね。あなたはゆるいもんね。お前もうざいね、私もうざいけどね。まあそんな感じですね、まあ、そんな感じのところを伝えた限りでございますということで、まあ、ベアコの方は当たってか、もう私何遍もかん、これ撮り直して撮れてなかったで見とるでさ、まあ、そんな感じでね、新年早々私の方のパソコンじゃないけど、もうあれのトラブルばっかりな、人生トラブルメーカーな、まあ、歌とか、まあ、そういうことは抜きにしまして、まあ、そんな感じで、今年も緩くいくでございますということで、レベルのこと言ったもんね、それが言いたかったぐらいかな。あなた言いたいことだけ終わりだもん。そうだよ、これ私が言いたいこと言うだけのもんだよ、別にあれで需要があるとかそういうことじゃないよ、私の単なるあれ好き勝手発言するだけ、まあ、そんな感じでございましたということで、はい、ということでそんな感じで終わり。